グッドモーニング i YouTube. 今日は、最盛会川口総合病院、渡辺翔之助先生によります。ヘフレフ患者さんに対する ICD 植え込みと CRTD 植え込みの、えー、RCT という、まあ、ラフト試験の、えー、非常に長期の成績を比較ということが、ニューイングランドジャーナルから出ているので、それを報告してもらいましょう。お願いします。お願いします。 えー、今回の論文ですけれども、えー、約13年ほど前に、ニ、え、ューイングランドジャーナルオブメディスンで発表されたラフト試験の、えーえー、追加の、まあ 長期成績を見た、えー、論文となっております。NHA クラス2から3、ワイド QRS の1 2 0ク以上のヘフレフ患者、EF35% 以下の患者さんにおける、まあ、i c g と CRTD の長期予防を比較した前向きのランダムイズ比較試験となっております。大、え、体、ー、だいたい観察期間の長者7.7年、生存患者だけで、えー、見ていますと、約中央中は14年の長期観察においても CRTD の方が 心臓脂肪において ICD よりもより低いといった結果となりましたので、報告させていただきます。えっと、これまでも JCO で CRT、心臓再動機療法については、かなり発表がされてきたと思います。心房、心室だけでなく、患者静脈道にリードを入れることによって、左室と右室の動機不全、ディスシンクロニーを改善することで、低心機能の患者における EF を改善する効果もあるというふうなことが期待されております。 これまではたくさん論文があるんですけれども、その中のいくつかをご紹介させていただきます。こちら2005年に発表された、えー、ケアハートフェイラー試験におけるんですけれども、NHS3 から4、EF が35%以下、QRS 幅が 120mS よりも幅広い QRS の患者さんがインクルージョンされております。より心不全としては、えー 重症な心不全が導入されている患者さんの薬物療法単独と薬物療法プラス CRT の予後を比較した論文ですけれども、左図が全脂肪、心血管イベントによる入院、右が全脂肪となりますが、どちらにおいても CRT の方が優位に予後を改善するといった結果が得られておりました。続いて、えーと、マジット CRT 試験におきましては、CRT と ICD を比較した論文となっております。 1は1から2と、より軽症の心不全の患者がインクルージョンされておりました。EF は30%以下、QRS は1 3 0セック以上の患者さんがインクルージョンされております。使用評価項目は心不全入院プラス全死亡になりますけれども、赤い点線 CRT の方が黒線の ICD 単独と比べると優位に予後を改善するといったデータが得られております。 えこちら、右図のサブ解析におきましては、えー、QRS 幅、えー、と青枠で囲ってあるように、まあ、1 5 0ミリセック以上、より QRS 幅が、えー、幅広い患者の方が CRT の恩恵を受けるだろうといったことが、えー、言われております。で、今回、えー、長期成績を比較した、まあ、ラフト試験、そもそものやつなんですけれども、こちら NIHA2 から3。 QR 差が 120mS 以上、EF が30%以下のヘフレフ患者さんにおける ICD と CRT のえ予防を比較しておりました。え全脂肪または心不全入院及び全脂肪でえ比較をしておりますけれども、どちらも ICD よりも CRT の植え込みの方が優位にえリスクリダクションがえ得られたといった結果となっております。 で、これらの試験の大体追跡期間の中央値を見てみますと、ちょっとページ戻るんですけども、たい2.5から3.5年、まあ、2、3年の追跡期間における予後を確認しているような状態になりますけれども、大体6年ぐらい、まあ、早期数年でも ICD で比べると CRT の恩恵が優位に差が出てくるといったことが証明されていました。で、こちらがラフト試験のサブ解析になるんですけども、青くで囲ったように、まあ、QR バーが 150mS 以上、 ほうがやはり、えー、恩恵を受けるだろうということと、えー、幅広い QRS の、えー、タイプによっても、えー、サブ解析を行っておりますけれども、顧客ブロック、寝室内電動障害と比較すると、接、ま、客、あ、ブロックのほうが CRT が、まあ、レスポンダーの、えー、恩恵を受けるだろうということが報告されておりました。これはペイスト QRS 幅が 200ms 以上というのはどういうことですか <laughs> えっとまあ、ペーシングに依存している患者さんで、ペーシングの波形の QRS が200ミリセック以上の方。これって CRT の患者さんってほぼ入ってないような気がするんですけど。そそもそもそ CRT にアップグレードする以前の 状態でペースメーカーああ、ごめんなさい。そういうことか。とですね、はい。あははは、分かりました。したペーシングゾーでいい、はい、分かった。ははベースラインのってことですね。そうですね。もともと上から前の方になります。まなるほど。はい。そういう患者さんはあんまり聞かないですね。そうですね。このラフト試験だと差が出なかったっていう。そうなんだ。なんかブロック HF との結果とちょっと違うような気がしますけどね。そうですね。ブロック HF とちょっとこ,この差が出てくるかなっていうところに。ます分かりました。はい ちょうど1年ぐらい前にこちらの実証でも扱ったと思うんですけれども、まあ、CRT のメタ解析、このラフト試験などを含めた、マ、まあ、ディット CRT などを含めてメタ解析を行った結果になりますけれども、実、ま、証、あ、でも扱ったように、作、ま、曲、あ、ブロックプラス、えー、QR 細胞1 5 0ック以上、えー、心出演電動障害プラス1 5 0ック以上の場合だと、心不全、入院または全死亡および全死亡において優位に、 えー、予防を改善すするといった結果が得られておりますその他パラメータとかの他の解析も総合すると、まあ、左脚で 120mS 以上は恩恵を受けるだろうとで。寝室内電動障害においても、150mS 以上の QR サーバーの患者さんにおいては、えー、CRT の恩恵を受けるだろうという結果となりました。ただし、右脚ブロックに関しましては、まあ、QR サーバーの患者さんにおいては 150ミリセック以上でも差が出なかったといったことになりまして、サブ解析とか220ミリセックだったりとか、かなり幅広い q r s 幅の場合には恩恵を受けるかもしれないといった、えー、メタ解析の結果となっております。簡単なまとめになるんですけども、まあ、これまで、まあ、JCO でも扱ったように CRT の有効性を検証した論文はいくつも報告されておりました。また CRT のレスポンダー、お、ま、客、あ、には、えー 植え込んだ恩恵が受けるのかどうかとか、寝、ま、室、あ、内、電動障害も含めたさまざまなレスポンについての考察も論文で行われておりました。でこれらの試験、いくつか扱っている試験においては、観察期間が出て中央値3年前後においても、まあ、早期から CRT の有効性が示されているということが、えー、言われていて、現在ガイドラインでも明確に CRT の適用について述べられているところにはなります。で今回のえ論文ですけれども、まあ、かなり昔に発表した論文を より長期の観察においては CRT の有効性はそのまま維持されるのかどうか、それとも、まあ、えー、ある一定の値で予後が変わらない状態になるのかどうかということは分かっていない。ま、だなかなかこれまで長期の観察をした論文は、えー、調べたところなかったので、えー、こちらは長期を報告したというのがラフト試験の、えー、ロングタームスタディという形で、 今年のニューイングランドで発表された論文となっております。これ、もともとのラフト試験はこんなに長期間の観察はもともとは意図してなかったわけですかねそうだと思います、うん。調べてみましたって感じですかね、はい、そうですね。なのでまあ、はいえと、その都度、その後にちょっと調べてみましたってい形のニュアンスかなと解釈しました。わ <laughs> かりました。はい。 今回も、まあ、2010年報告されたラフト試験をより長期に観察することで、まあ、ICD と CRT が追い込まれた患者さんのその後を見てみた試験となっております。まあ、試験デザインはラフト試験に準じる試験で、多施設の二重盲検のランダム化比較試験となっております。えー、組み入れ基準は、まあ、2010年、それ以前の段階ですけれども、指摘薬物療法が導入された段階、状態での n h クラス2から3の心不全、EF が30%。 キュアレス幅が1 2 0ック以上の患者さんとなっております。また、ペースメーカーのペーシング依存されている患者さんでは、ペーシングキュアレスの時間が2 0 0ック以上の患者さんが、えー、組み込まれております。また、ICD におきましては、心臓突然死の一時予防、または二次予防目的で植え込まれている患者さんの適用になる患者さんも組みられています。 除外項目はいくつかあるのかの、えー、一部をピックアップしておりますけれども、1ヶ月以内に肝、えー、動脈の血行再建を受けている患者さん、まだ薬物療法が不十分である患者さん、割り付き4日以内に共振薬を使用した経緯のある方や、三線弁の痴漢術後、重症の肺疾患を背景に持つ患者さんや、まあ、未治療の一時性の弁膜症がある患者さんは除外されておりました。 感じにつきましては ICD と CRT に一体一割り付けされて植え込みが行われております。設定につきましてはかなり詳細なプログラミングがちょっと書いてなかったんですけれども、ざっと説明すると ICD はなるべく自己心拍を優先するような形で設定していると CRT ではなるべく両心室のペーシングが入るように設定をしておりました。今回の使用評価項目は全脂肪、副次評価項目は全脂肪と振動移植及び 心臓補助デバイスエルバドを植え込んだ複合エンドポイントとなっております。こちらは今回の試験のフローチャートになるんですけれども、最初の患者さんは2003年1月に登録されまして、それらの患者さんを死亡または2021年12月31日まで追跡調査を行っております。で今回の試験はラフト試験の全員の患者さんではなく、ラフト試験で対象とした34施設のうち、最も患者さん の登録数が多い順に並べて、上8施設を今回の調査の対象としておりました。最終的には1050人の患者が登録されて、それぞれ CRTD 群が520人、ICD 群が530人と、えー、割り付けされております、えー。フォローアップの全体としての中療7.7年、えー、生存患者だけに、えー、ピックアップしてみますと、フォローアップの中療13.9年となっております。 それぞれの軍においては約23人が追跡困難となっているので、まあ、520人、500人前後の、えー、解析となっておりました。これ、脱落した26施設っていうのは、これはなぜ入らなかったんですかねおですね。これが、チャペンディクスも見てみたんですけれども、ちょっとわからないですね。コストの関係とかそういうことなんですか,、ね、うんかデータ収集の関係があるのかどうかなと思ったんですけども。うん 上から8つの試験とい,いうのが、かなりたくさん症例を、まあ、ほとんどの症例を登録してたってことなんですかね。そうですね過半数を1800人のうちの1000人になるので、でね、過半数以上を走ってたので、それをまあ主に解析もしやすくピックアップしたという形になってると思います。それがニューイングランドに出るってことなんですね。わかりましたそうです、ね。欠損が多かったのかもしれないです。はい、で続いて患者背景に移っていきます。っとえー、と年齢の 中,中は66歳、男性割割の割合でした。心疾患は拒絶性が約7割、非拒絶性が3割となっております。NHA がクラス2が76%、3が23%となっておりますけれども、えー、試験当初はクラス2プラスクラス3を、えー、インクリージョンしておりましたが、途中から、えーま、適用の変更などによってクラス2のみを対象としているので、えー、NHA クラス2が多くなった結果となっております。EF は22%。えー今回はえー 心房細動、心房騒動のある患者さん16%、同調率患者が84%の割合となっております。えー、と高血圧症が4割、DM が3割、えー、PCI が施行された患者さん2割となっておりました。バイパス術を行った患者さんが36%、喫煙者が約1割の患者で含まれておりました。半年以内に心不全入患者さんは24%、4人に1人が半年以内に心不全入院を経験しているといった背景となっております。 薬物療法に関しましては2003年の解析からの解析なので SGLT2 や ARB、a r n については記載がありませんでした。ベータ社内薬が9割、SARB は96%、MRA が42%、ジゴキシンが3割患者さんが入っておりました。アスピリンクロピドグレルは70%、16%となっております。アミオドランは15%の患者に導入されておりました。 えー、ECFR はちょっと見えにくいです58となっていまして6分間歩行の中止はこれ地獄心が3人に1人入ってるっていうのは時代ですかねかなり多い気がしますよねそうですねちょっと現代ではなかなかちょっと違う感じはするんですけれどもうん、うん、ちょっと現存追跡の段階で薬物が変更されたかどうかっていうのは明確には書いていなかったんですがこの昔の試験そのまま追跡してるってことでこの割合になったのかなと思います。 アーニーも SGLT2 も入ってないとなると、なかなかそれを入れたら差がどうなるのかっていうか、どういう影響があるのかっていうのは、ちょっと想像しがたいですよね。そうですね。ちょっとここはちょっと実臨床で少し乖離が生じてしまうところなのかなというふうに、個人的にも思いました。まあ、とはいえ、SARB が96%入ってるとは思うの、入ってるので、まあ、そこまでアーニーの影響はなさそうかなとは思いますが、まあ、とはいえ、その不整脈の、こう、うん えー、まあ、低減作用もあるとかっていうことは言われてると思いますし、まあ、どっちになるのかね、どっちに有利なのかっていうのはちょっと分かんないですね。そうですね。はい。はい。で、こちら今回対象患者の心電図所見についても、えー、見られておりまして、まあ、QR サーバーは中央値は1 5 8リ s 前後となっております。えー、ペーシング QR サーバーは2 1 0ックとなっておりまして、だ 1>, で1割の患者さんがペースのキュアレス患者さんになっておりました。でキュアレスのタイプになるんですけれども、右脚ブロックが約8%、左脚ブロックが7割、心室内伝導障害が12%となっておりました。心室ペーシングが入っている患者さんは9%となっております。なので、左脚ブロックに限らず、右脚ブロックや心室内伝導障害などのノン LBBB タイプ、非左脚のタイプも一部3割ほど含まれております。 早速、結果になるんですけれども、赤字が、えー、実践が CRT、黒字が ICD 群になっておりますけれども、全死亡におきましては、ICD 群が530人中には176%割合で、えー、亡くなっておりまして、CRT 群においては520人の372、71.2%の患者さんが、えー、亡くなっておりました。アクセレーションレートは0.80、えー、95%侵略は0.69、0.92、P 値は0.002と、まあ、えー、14年、全体としては 約7年の、えー、観察期間においても、i c g と比較すると CRT の方が全脂肪を優位に、えー、低減させたといったことが、えー、示されました。ごめんなさい、このアクセレレーションファクターっていうのは耳慣れないんですけど。私もちょっと調べてみたんですけど、ちょっとなかなか分からなくて、一応 <laughs>、あのー、アペンディクスで見てみると、一応ハザードレーションを見ておりまして、大体ハザードレーションは0.79なので、まあ、それに近しい値なのかなと。<laughs> ハザードレーションじゃダメなんですかはアクセルレ,レーションファクターっていうですか ?AF。そうですね。解析のところで、その予測する解析だと加速係数というのを用いたって書いてあったんですけども、なぜこの加速係数になったかっていうのはちょっといろいろ調べてみたんですけど、すいません、わからなかったです。どなたか視聴者でご,ご存知の方いたら教えてください、はいで。こちらが副次評価項目の全脂肪及び侵食。 またはエルバドを導入した患者さんの、えー、複合になってきますけれども、ICD が77.7%、CRT が75.4%と、95%信頼区間では0.98と、ギリギリ、えー、優位差が出ていたいっ,った結果になっております。また、これらの患者さんは NIHA のクラスごとに、えー、解析を行っておりまして、NIHA クラス2においては、アクセレーションファクトも0.78、まあ、優位差を持って CRT の方が、えー 全脂肪を改善したといった結果となっております、えー。一方でクラス3のみで解析を行ってみますと、このように、えー、CRT と ICD 群では有意差が出ない、一応またぐといった結果となっておりました。なぜ NHA2 と3で変わってくるかというのは、ちょっと、えー、考察においてもそこまで詳しくは書いておりませんでした。またそれら、えー、他のことについてサブ解析を行っておりますけれども、まあ、男性 NHA クラス2、加えれば150ミセック以上。 EF120% 以上の患者さんでは、えー、CRTD ベターといった結果となっておりました。これまでの先行研究、メーター解析とかちょっと異なってくるのが、左脚ブロックだけでなく、右脚ブロックにおいても、まあ、CRTD がベターといった結果となっておりました。早速考察に移るんですけれども、まあ、ICD 受込み患者と比較した CRTD の受込み患者を,を、えー、長期で、えー、確認しましたけれども、長期間の追跡調査においても CRTD が優位に死亡率が低減させたといった結果が得られておりました。 今回の、えー、長期観察におきましては、全体としての中長7.7%、8年弱、生存者だけで見てみますと14年ほどの、えー、長期の観察といったのは、他の試験ではここまで長い、えー、試験はなかったと思います。本試験ラフト試験においては、えー、NHK i クラス2、内者3という軽度から中等症の心不全症状のある患者さんをインクルードされておりました、えー。ケア、ハートフェイラー、 さっにご紹介させてもらった試験においての、より重症な心不全患者の4.4年、少し長く追,、えー、追跡した調査においても、CRTD が予後良好であったため、やはり、まあ、長期の成績を見た分においても、CRTD の恩恵は受けるのではないかといったことを筆者は述べておりました。えまた今回、死亡率に関する利点が、 左脚だけでなく非左脚の、まあ、右脚ブロック患者さんにおいても、えー、示されていた結果となっておりましたが、これまでの選挙権限とかなり異なる結果となっているんですけれども、それがどうなったか、なぜなのかということについては、まあ、今回の、えー、現状の解析においては、えー、示されていませんでした。 本式のリミテーションですけれども、まあ、両軍ともに長期観察の死亡率はかなり高い割合になっておりました。15年時点ではどちらの軍においても8割弱の患者さんが亡くなっているといった状態なので、まあ、低診機能患者さんの予後は、やはり依然として良くないということにはなっています。なので残,りの残った患者さんにおける解析になってしまうことにもなり得るということがリミテーションとして言われておりました。 えっと、患者背景の説明にもあったんですけれども、現状においてはアーニや SGLT2 阻害薬などが標準治療として組み込まれている中で、今回の試験では SGLT2 阻害薬やアーニ i の導入については、えー、明記されていない、おそらく入っていない患者さんとなっているので、まあ、現状の指摘薬物療法、現状における立臨床の状態とは少し乖離があるのではないかといったことが言われておりましたでまた。 ラフト試験のうち34施設を対象としておりましたが8施設をピックアップされているのでその段階でまセレクションバイアスがかかっている可能性は12分にあるのではないかといったことが言われておりますまた先行研究と異なりまキャクブロックの患者さんが、えー、用語が良かったといった結果になっていますけれども、まあ、非作脚の詳細な解析ウキブロック患者さんだけをピックアップした QR 差幅など、まあ、背景拒絶非拒絶の割合などについては、えー、解析はされていない様子でした 結合になりますけれども、NHN2 から3、ワイド q r s のヘフレフ患者における ICD と CRTD の長期予防を比較しましたが、まあ、約14年間、えー、7から10年間の長期成績においても CRTD の有効性は示されたといった結果となっております。以上です。ありがとうございました。えっ、ー、と、今日は、えーまあ、大規模な RCT の試験で EF が30%以下の f f 患者さんで、えー、NIHA クラスが2度と3度の患者さんを対象として、えー、CRT とそれから、えー、CRTD ですかねと ICD というのを植え込んだ、まあ、ラフト試験というものの、まあ、長期のフォローアップという報告でしたけれども、まあ、結局全死亡においても、えー、右の,、まあ、あの複合エンドポイント等においても長期間でも CRTD の方が、えー、成績が良かったと。 いうお話でしたね、はい、<laughs> まあただ、そもそものざっくばらんに考えるとですね、えー、ICD でこう、まあ、予防できるというか抑えられるの,っていうのは知性、えー、の不整脈だけかなと思うんですが、CRT に関してはもうリ・シンクロナイズド・セラピー、デ・ーシンクロナイゼーション。 まあ再動期療法ということなんで、その、えー、まあなんていうか、右輸出と左出のこう、こう収縮をまあ同期させて、白質量を増やそうとする治療だと思うんですけど、そうするとなんか全然やってることっていうのが2つの治療で違うと思うんですが、えー、そもそものこのラフト試験の、なんていうか、もう目的っていうのは何だったんでしたっけね。 的ですかあつまりなぜその2つを比較しようと思ったのかということなんですが。多分まあ、患者心不全患者において、まあ、ICD からもアップグレードとかをした方がいいのかとか、うん、そういったところのモチベーションなのかなと思います。で他の試験、マ、ま、ジ、あ、ットシ r アティ試験とかにおいてもやっぱり ICD と比較しているので、まあ、NHK クラスはちょっと異なると思うんですけども、低心機能で、まあえー、心肺電動障害、まあ、QR サーバーワイドな患者さんにおいては ICD 単独よりかは CRTD を、うん、まあ、した方がいいのか。CRTD のコンパラターというか、比較対象としてえ内服、標準的な内服治療の患者さんというのは、やっぱりそのリファレンスとしてはえ違うと。つまり、ディフィブリレーター,をえーがあのはまあどう考えても必要だと。プラス、その上に心臓の同期療法というのが意味があるか。 っってていいううのを見たっていうことですかねそうですね。あとは、まあ、メディケーションと比較して異なると、まあ、異物が入る、まあ、感染とか、そういったリスクとかも、あると思うので、その、まあ、ICD、どちらにせよ、まあ、機械を植えるっていう行為自体に、さらに ICD、まあ、突然死を予防するだけがいいのか、それとも、プラスのリシンクロナイゾスセラピーがあった方がいいのかっていうのを、多分揃えたのかなとも、個人的に思ってるんですけど、ね。なるほど、なるほど。 えーと今回は、えっ、ー、と、拒絶の患者さんが3分の2ぐらい入ってたんでしたかねそうですね、7割ぐらいが、拒絶7割ぐらい入ってて、はい、えっと、サブグループはどうだったんでしたっけどっちの方が差があったとかないとかっていうのはあったんでしたっけサブグループは、まあ、これだと、ノンイスキミックが一応またいでるか否かぐらいですけど、まあ、これまでのしかとやっぱりノンイスキミックの方がレスポンダーになり得るっていう報告の方が多いので、うん。 ちょっとここ、帰りがありそうですけど、これ一応またいでるのかどうかなっていう。あでも、どちらも同じぐらいっていうか、そうでね、に関係なく、はい、CRTD の方が ICD より良さそうだということなんですね。結やっぱり、その虚血の方があ,のあれは出やすいですよね。その姿勢の不整脈っていうのは出やすいとは思うので、そうなると、だから、えーっと、差がつきにくいのかなっていう感じもしますけど、まあ、これ見るとそうでもなさそうだということですね。 そうですね。白谷先生から ICD から CRTD にアップグレードした人はどれくらいいたか分かりますかそうですね。これは僕も同じ質問を持ちましたけど。今回はこのクロスオーバーとかはなかったって書いてありましたね。え、ない。そうですね。<laughs> えゼロ。ゼロです。本当それはちょっとなんか本当かなって思っちゃいますけどね。 途中でその、そうですね。RCT 終了後はもうちょっとわかんないんですかね。職経過の観察で見ていますけれども、うん、結局この520人のうちに、えー、まあ、まあ、数人がちょっとデバイスが植え込まれなかったってことになるのと、あとはもうロ,ロストフォローアップだけになるので、うん、結局それ本当かなと僕も思ったんですけれども、 正直、クロスオーバーされた患者さんっていうのは,はそう僕もそれはない気がしちゃうんですけど、まあもちろんダウ,、うん、ダウングレードっていうのはほとんどないとは思うので、はい、CRT 群から ICD 群に行くことはあんまりないと思うんですけど、逆はなんか、やっぱりありそうな気がどうしてもしちゃいますけどね。えっと、エバタ先生から。えー、っと、CRTD の中でバイブイペーシングの率、ペーシング率っていうのはどのくらいかわかりますかっていう質問ですが。えっ、ー とこれ前の試験でも特に今回も記載はなかったです。なるべく生かすように、あの出すバイイに新スペースが入るようにするような設定してるっていうふうに書いてありましたけど。わかりました。これ EF の推移とかっていうのはわかんないですよね。そうですね。これは予後だけしか記載されてなかったですね。ですね。んんんんん どのタイミングで治療介入が始まったかっていうことによってお薬の効きとかそれから CRT をやることによってどうなるかっていうのはちょっと興味深いところではありますが、まあ、そういったものを見てる試験ではないのでしょうがないかなとは思うんですがこれ、えー、NIHA の2と3で3の方が差がつきにくかったっていうことでしたけれどもそれは何か 渡辺先生の試験もいいんです、はい、でもいいんですけど何かありますありがとうございます。そうですね。正直これもいろんな試験も見てるんですけど、そんなに NH2 の方がところが3で止まったのが分からないんですよね。多分 N 数がただし、N 数, N 数が多分少ないので、うんでね、500人のうちの4分の1なんで、だいたい100ちょっとですね。うん、で、でか,ね、かつ導入されたのが、この背景が最初、 2と3を入れたんですけど、途中、その適用の変更なので、クラス2だけに制限されたんですよね。うんうん、導入された患者がほぼ初期の段階の患者さんにとどまってることがあるので、うんうん、もしかしたらその段階の患者さんだけをインクルージョンされた時期が、多分最初の段階だけの患者さんの一部、ごく一部っていう、結構セレクションのバイアスがかかってるんじゃないかなと思ってるんですけれども。うん、なるはい。山本先生。 何かお意見ありますあ,ありがとうございました。あの、今回の研究に限らなくてもいいんですけど、えっと、レスポンダーが予語よくなるのは分かるんですけど、ノンレスポンダーでも CRT で予語ってよくなるんですか、うん、ああ、そうそう、それは思いましたね。うんなるほど。今回は予語はおそらくどちらも含まれてると思うんですよね。含まれてるので、ノンレスポンダーをどこでそう定義するかっていう、今回多分 EF の推移もまだ分かっていないのと、QR、うん、サーバーがどのくらい その患者ごとにおいて変わったかっていうのもちょっとわからないので、ノンレスポンダーでよくよくするかちょっとわからないですね、この試験だと。あだけど、サブグループ解析だと、とその、あれに QRS 幅によらないって感じだったわけですよね。えっと、QRS 幅だと、やっぱ 150m 以上、もともとがより QRS 幅バ幅広い方が有効ってことになるので、まあ、その、 これって多分その植え込み以前の QR サーバーなので結局植え込んでえっと両親スペーシングした後との QR サーバーはどのくらいかっていうの書いてないんですよねだけどその QRS の形で見ると RBBB タイプでもまあ一応聞いている数は少ないけれどもっていう感じですよね。 そうですね。で入れられた人たちっていうのはまあものすごいやっぱり幅,あの幅広な RBBB だった可能性っていうのはありますよね。はい、十分あると思います。渡辺先生、はい、どうぞあ。ありがとうございます。あの、今の質問のコメントだと、レスポンダーだと聞くと思うんですけど、実はノンレスポンダーの中にもこう悪くし,しないっていう軍が多分いると思うので、<laughs> あの、進行抑制っていう意味で。 そういう人が多分。いて、えー、スペキュレーションではあるよね、それはでもね。<laughs> そうなんですよね。うん、なんで、そういうのが見れるとより、そのこれだけ長期なので、あの、面白いなとは思ったって一つコメントと、もう一個、そのさっきおっしゃった、クラス3じゃない、NHK のクラス3が、えー、インディケーションじゃなくなったっていうのは、ちょっとごめんなさい、これ、な,なんでなんでしたっけっていう。ああ、えっ、ー、とですね、えー、っと、これが、 ちょうど2003年ぐらいから、えーまあ、今回登録を始めされたんですけれどもこの n h クラス3の患者の、まあえーとまあ、予後改善するといった結果他の論文が発表された影響とあとはガイドラインが変更になったってことがあってちょうど3年後2006年から今回の試験ではクラス3を除くっていう形に。 ななったみたみいなんですよねあもうクラス3は聞くことが分かったからっていうことで,いいですそうです,そうです。なので、そ<ー>らくそういう影響で、今回の試験ではクラス2を主に対象としようということで、えーとうん、3を入れなくなったので、2003年から2006年の3年間だけクラス3をちょっと入れてたっていう試験になります。うん、ちょっと特殊なんですけど、はい,い。だから本当は、だからもうその部分はもう聞く。 でもうはほぼ分かってるっていう意味だから、あんまり分けることに意味はないんですかね。プラス2がメインの試験になってるからですね。今回は2をほとんど入れてるので、<laughs> まあ、最初に入れた3だけ見ると、こういう結果になってしまったっていう。だからやっぱりそこは N 数の問題で型がつきそうですよね。はい。はい。ありがとうございました。えー、ということで、まあ、今回は、ー i c d 対 CRTD は、まあ、長期に見ても CRTD の方がまあ良さそうだということで、 まあ、そりゃそうだろうという感じもしますが、まあ、ちょっとど,こどっちか分かんなかったら、その NIHA クラス2の患者さんでも、ですね長期に見てもやっぱり CRT の上乗せ効果っていうのもありそうで、つまり、知、え、性、ー、不整脈の予防だけではなくて、ですね CRT ので再同期ということ自体の予防改善効果っていうのが、まあ、長期でも証明されたということで、渡辺先生、いいですかね。はい。はい、ありがとうございました。ということで、 今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。